みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もまた、皆さんからよくいただく質問を動画の中でベラベラと解説していこうかなと思います。本日のテーマは、ギターを弾き終わった後に弦を緩めた方がいいのか、緩めない方がいいのかという話でございます。まあ、皆さん、その日常でギターをこうベラベラと練習するじゃないですか。で、練習をし終わって、ギターをポンと置いた後に、弦を緩めてからせやせやと眠るのか、それとも緩めずにそのまませやせやと眠るのか、どっちなんだと、そういった話でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず結論から言いますと、結論はないです。結論を言いますと、結論はないです。ちょっと日本語おかしいですけれども、すごい微妙な問題なんですよ。どっちとは言えないです。どっちが正しいとか、どっちがいいとかって、ちょっと言いにくい内容でございます。ちなみに僕個人としては、僕個人のあれスタンスとしては、緩めない派でございます。ちょっとその辺、いろいろこう細かく説明させていただこうかなと思います。当たり前ですけれども、2つ、そのパターンがあるわけですよね。1、緩めない派の人。2、緩める派の人という感じです。それぞれの観点からちょっとその意見を、よく言われている意見をちょっと解説させていただこうかなと思います。まず、緩めない派の人。そもそもギターっていうのは、弦を張って強い張力が生まれることを想定して作られているから、緩めなくてもいいという意見。そもそもそういうもの。そもそも。だから、むしろその張力がなくなってしまうと、その反りの原因になってしまうから、常にこう張力があったほうがいいんだという意見でございます。で、そのほかには単純に面倒い。面倒くさいです。毎回緩めて、毎回チューニングしてと。面倒くさい。ということ。で、ほかの意見としては、反るときは反るということです。いくら弦を緩めてケアしてても、いくらこの保湿じゃないか、その湿度とか温度とかを適正に管理してても、反るときは反るということ。反るときは反る。もう身も蓋もないですけれども、なんでそんなもん、いちいちその弦を緩める、緩めないんですけども、そんなもう細かいことは気にしなくていいんだっていう人、割とこれ僕、支持する意見なんですけれども、まあ、そんなこともあって、僕個人としては緩めない派の人。って感じです。で、緩める派の人たちとしては、やっぱりこの張力は強いから、これを緩めたほうがいいという方、結構多いです。このペグ と、ブリッジを通して、この、まあ、6本の弦を、ね、引っ張っているわけなんですけれども、この張力を冷静に考えると、大体70キロぐらいあるって言われているんですよ。70キロって結構強いですよね。70キロ。僕がその体重5キロ。なんですけれども、言ってみればこうギターを立てて、ここのペグのところに紐を6本くくりつけて、僕がこうわーっとぶら下がっている状態が常って感じなんですよ。そう考えると、直線といえども結構な力で引っ張られているなって感じですよね。そんなのを365日、24時間やってたら、ギターが大変なことになってしまうぞという感じで、やっぱり緩めたほうがいいと。強い。強すぎると。張力が強すぎるという意見。でございます。で、2つ目はその面倒いというのに関しても、面倒くさいとか言うなということです。面倒くない。で、まあ、反るときは反るんですけれども、まあ、その反る要因としては、できるだけ少ない方がいいだろうということで、まあ、そういうちゃんとケアをしてあげようということで、まあ、ちゃんと緩める方もいらっしゃいます。そんな感じ。緩めない、緩める、ちょっと両方意見があるんですけれども、これはまあ、動画を今ご覧いただいている皆様自身が決めることなので、どっちが正しいとはちょっと言えない感じです。どうでしょうか。で、まあ、緩める場合、仮に緩める場合なんですけれども、本当にベロベロの状態にしてしまうと、逆にそれはそれでよろしくないと言われているので、緩める派の方々も、緩めすぎには気をつけろとよく言っています。だいたい目安としては、このペグを半周から1周ぐらい。そうですね、半周とかくらいですかね。もしくは一周するぐらいを緩めておけば十分って感じです。こんな感じ。ある程度の張力が保った方が、そのネックのねじるとか反りとかが防げるので、緩めすぎず、緩まなさすぎずって感じでしょうか。まあ、僕としてもその、もし皆さんが仮に緩める、方だったならば、緩めすぎには気をつけていただきたいなという感じです。半周から1周ぐらいが目安という感じですね。で、まあ、
もうちょっとこう広げ、なんていうんですか、その話を広げるとすると、僕の個人的な意見としては、毎日弾くギターだったら、正直別に緩めなくてもいいと思います。そのどこか持てたりするときに緩めたりとか、寝る前に緩めたりとかせずに、毎日弾くんだったらは、もうそのままでも全然いいのかなと。で、仮に3ヶ月とか4ヶ月とか長いスパン放置するときがあったならば、ああ、これからこのギターちょっとしまってしばらく弾かなくなるなという瞬間があったならば、まあ、少し緩めてもいいかなって感じですね。どうでしょうか。まあ、その長期間保管するからって弦外すっていうのはできるだけやめたほうがいいと思うんですけども、そのときに、まあ、ちょっと緩めたほうがいいかなと思う程度って感じです。参考になりましたでしょうか。正直、僕が住んでるこの家、全体的に湿気が半端ないんですよ。その、もう弦を緩める、緩めないとか、もうそういうレベルではなく、もうすごい、湿気が半端なくて、家にギターを置いておくとすぐ調子が悪くなってしまうんです。もう家全体が湿気てるんです、本当に。もう家にちょっとギターを置いておくと、もうすぐね、その湿気を吸って、なんかこうネックが反っちゃって、で、それをこのアフタービートに持ってって、1日2日置いておくと、すげえ調子良くなっちゃったみたいな感じになったりとかすることも多々あるんですけども、僕はその中で過ごしているので、もう弦緩める、緩めないとか、もうそういう問題じゃねえという感じで、毎回緩めない方針でやっております。そんな感じです。参考になりましたでしょうか。さっきも言いましたけれども、結論はないです。そんな意見もありますということです。で、その意見を皆さんが聞いていただいて、考えていただいて、さあどうするかは皆さんで決めてくださいということです。参考になりましたでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。